はい、こんにちは。今日はですね、だいぶ愛用しているこちらソニーのですねスマートフォン Xperia Z3 をですね、はい、USB のヘッドホンアンプに接続してみたいと思います。こちらはですね、今回つなぐ HP-A4 というですねフォステックスから出ているヘッドホンアンプになります。ですのでね、設置型の、まあ、こういったコンパクトタイプのヘッドホンアンプにつないで、まあ、音楽を楽しめるかというのをトライしたいと思いますけれども、こちらのアンプの特徴としましては、こちらですね、電源供給とデータ通信をこの USB でですね行うタイプの、 USB から電源を供給する形のヘッドホンアンプになります。ですので、電力が不足する機器はですね、これ挿しても使えません。今回使用するのは、こちらね、重要な役割を示します。100円均一で売っている USB とですね、こちらミニ USB のですね、変換のですねケーブル、こんなものになるんですけれども、こちらを使います。こちらをですね、まず挿してですね、で、こちらの Xperia Z3 のですねミニ USB の端子に差し込みます。そうしますとです、こうお分かりいただけますかね、ここ赤いびっくりマークついてます。何かというとですね、接続されている機器の消費燃料が増えています。このため全ての機器を無効にしました。これらの機器をとりあえず順に再接続してくださいということで、まあ要はですね、このスマホからの電源供給じゃこのアンプ動かないよっていうことです。ですので今回ですね、ポイントとなるのがこちらです。こちら USB ハブになります。エルコムの USB ハブですね。特徴の一つとして、まあ大きな特徴、これを選んだ理由としましては、こちらね、電源供給があります。こちらコンセントつながってます。このハブを使うとですね、このヘッドホンアンプに電源供給しながらスマホで再生することができます。ではね、接続してみたいと思います。まずですね、こちら USB ハブの PC 側ですね、まあ普段 PC につなぐ方をですね、こちらをですね、この100均のアダプター使って Xperia Z3 に差し込みます。これ PC 側ですね。そしてこちらヘッドホンアンプ側をハブにつなげます。そうすることで電源をこのアンプに供給しながらですね、 PC 側から出た音をですね拾うことができます。トライしてみましょう。ウォークマンアプリの設定で一つ気をつけなければいけないのが、こちらのですね、オーディオ設定からですね、こちらハイレゾオーディオの場合はですね、使う場合はハイレゾオーディオのオンをしておいてください。であとは再生するとですね、このようにですね、今こちらヘッドホンアンプ、フォステックスのですね、フォステックスの HP-A4 からこのスピーカーですね、つなげてますので、はい、音が出ている状態です。音量はですね、今こちら無効になって間になりますので、はい、アンプ側で調整することになります。ということでですね、こちらアンプをかますのとかまさないのですね、実際聞いてみましたが、かなりですね音が変わってきました。ですので、まあ、特にハイレゾオーディオを使う場合はですね、 USB 接続の効果が出ると思います。今はまあノーマル音源なので、こちらここにランプがですね 44.1 になってますけれども、ハイレゾの場合はですね、こちらが、よりに上がっていくと、サンプリング周波数で上がっていくことになります。ということで、今回はですね、こちらポイントは USB の、電源供給付きのハブと、そしてこの100円均一売っているね変換ケーブルですね、こちらがポイントとなります。これを使うことでですね、はい、こういったスマートフォンでも今ハイレゾオーディオ USB ヘッドホンアンプをですね使って音を鳴らすことができるような時代になってますので、皆さんね、ぜひこちらね持っている方、そしてヘッドホンアンプ持っている方はね、試していただければと思います。まあ、一般的に電源供給がされているですね AC アダプターから供給されるタイプのですねアンプはですね、このようなトリックを使わなくてもいいかと思います。 Xperia Z3 の使い方としてですね、はい、まあこういった使い方もしてますよというご紹介をさせていただきました。曲はですね、ムズムズさんから、まあ、毎度ね使用させていただいておりますイレムスフィンガーという曲を流させていただいております。どうもありがとうございます。